クラでございます。更新情報がねまたホームページの方にありますので見ていきます。ハイスト特殊作戦はすでにゲームに含まれてますということで、前回ねちょっとご紹介させていただきましたけども、私もねちょっとねもう3回ぐらいクリアしたんですが、楽しいですね、特殊作戦ね楽しいんですが、まあ皆さんも感じておられるかなと思うんですけど、落ちますね異様に落ちますよ。これ何なんですかねまあ10回ぐらいやって、まあ7回ぐらい落ちますねこれは良くないですね、本当にね。これはまあ大型アップデートでまあよくあるバグというか、なんというかちょっとでもね落ちすぎかなという感じですね。ざっと見ていきましょうかね。特殊作戦ハイスト、日本だと、強奪になるんですけども、まあハイストでいいと思うんですけどね強奪、強盗の方がハイストなんですよね。まあハイストの方が俺は好きなんですけど、まあこんな、バッジであったりね、こういうアイコンだったり、ストライプだったりねもらえますので、まあ、全職種で、まあ、いろんな感じでやってみてください。もらえます、これがね。はい。でセーフハウス、またリニューアルされて、訓練所がね、なんかアスレチックランドみたいなあったじゃないですか。あれがまたこのハイスト仕様のアスレチックランドになっております。で隠し要素もねあるみたいなんですけども、こんな感じでねあるみたいです。はい。この部屋に行けるかもみたいなね感じで、うる覚えというか、監視カメラを全部壊して90秒以内でクリアしたら、どっかが開いたと思うんですけど、それ前回のやつもそうだったんですけどね、今回は監視カメラを全部壊すって感じですね。プラス90秒だと思います。まあちょっとね、私苦手なんで訓練所がね、ちょっと私は無理なんですけども、クリアできた方教えてください、どんな感じだったか。であと訓練所がね、なんかリコイル制御が全くしなくていい状態ということで、見に行きましょうかね、どうせなんでね。危な今またありましたね。大丈夫か、恐ろしいっすね。あー来た、こわ今初期画面になりましたね、一瞬ねなりましたけど、エラー落ちをしてそのまんまプレイを押してしまうと、今の初期画面というかチュートリアルが始まりそうなので、もう必ずねアプリケーション立ち上げ直してやってください。ちょっと今危ないですね、まだね。そんな感じです。さっきのね画面が出たらまたね以前と同様に、今のなんかライフルマンの、初期装備の画面が出てきたら必ずもうアプリケーション強制終了するようにという感じです。今危ないです本当にね、アップデートが来るまでは。はい。でエラー落ちが多いので、エラー落ちをしたらもうアプリを立ち上げ直すという感じでやった方がいいと思います。アジト、はい。このリコイルはですね、なんかほらねえ、こんなことないんですけども、はい、リコイルがないという感じで、今のこのバグね、すごいですね、なんかねはい。ですので、まあ、今ね皆さんが体験できると思う、これどうなんですかね、全部共通なんかな、コンソールは共通だったら皆さんもね体験できると思いますので、チート体験、無料体験がねできますのでライフルマンでいきましょうか、じゃあね、どうせなんで。はい、来ました。で、ほら、全くリコイルが必要ないという、ね、すごいですね。でもこれ、なんか、これをこの動画にしたら、なんか、チートって思われたら嫌っすね、なんかね。いいですね。リコイルがないということで、こういうね、文字も書けると。あ、いいですよ、これ。もういいだろ、
ラブの E はこの3で。はい。まあ、こういうバグもね、今あるという感じですね。はい。はい。で、戻ってまいりました。まあ、バグがあるということで。はい。で、アスレチックランドですね。アスレチックランドも言っといたら良さそうですね。はい。どっちだ？こっちか。はい。で、さっき言ってた、ここ。で、コメント欄でね、教えていただきましたけど、こういう絵画がね、触れるという感じですね。ちょっとね、今のところわかんないです。全部ね、触れるんですけど、ね、なんか正解がありそうですよね。押す順番みたいな、順番があると思います。なんか、ね、隠れたイーストエッグみたいなね、感じで言ってたんで。はい。で、まあ、こういうのも押して、はい。で、私、この連打でやってますけど、押すやつね。これ、私、なんで連打でやってるかっていうと、リロードできるんですよ。連打だったら。で、あと、終わりがけが早いという感じですね。押しっぱなしだとね、リロードはできませんので、連打だと、そのまま押せます。ので、私は、こう、連打でやってます。押すやつはね。はい。そんな感じですね。で、このアスレチックランドが、いけるという感じですね。はい、登って。で、ちょっともう一回いいっすか。はい。ぬるぬるすんだよな、なんか。ほら。はい。あれ？あ、いけた。で、ここに。イライラするんですよね、なんかね。前回もそうでしたけど。ほら、イライラするので、もうやめます。まあこれも、まあなんか、ね、最後まで行ったら、なんかあるんじゃないですかね。まあよくわかりませんけども。あ、じゃあまあまあ。今日はね、このぐらいに一人でやりましょうかね。まあ、そんなわけで、戻ってまいりました。で、フリーズの状況を改善するということで、まあまあまあ、ざっと見ていきますけど、ちょっとね、新しい情報の方を見ましょうか。これですね、新しい、4月15日、新しいアップデートが入りましたね。はい。ゲームサーバーに移送されました。残念ながら一部のプレイヤーは予期しない技術的な問題に直面しました。これらの問題の多くはゲームプレイとプレイヤーの体験に悪影響を及ぼしましたが、他の問題はそれほど重要ではありませんでした。それでもゲームの楽しさは低下しました。おにぎりご飯みたいな。2回言いましたね。この記事では現在の問題の状況と計画を共有していきたいと思います、ということで、修正されたバグ、プレイヤーは理由なしに不正行為の疑いで蹴られることはなくなりました。今後のアップデートで修正されますということで、セーフハウスでの反動の欠如、さっき見てたやつですね。はい。で、および試合での反動の減少、試合での反動の減少だったんですね。PVP かな。エージェントスパークスキンをメディックにのみ装備できる場合の問題。プレイヤーが試合に参加できないためにランク付けされた試合のユーザーインターフェースの変形したアイコンと。格納庫マップでカスタムルームが正しく機能していません。クイックプレイでマップがオフになりました。このセクションには残りの問題が含まれています。今後も調査を続けていきます。ただしこれらの問題はいくつかの更新でまたは一定時間後に修正されることが期待できます。定期的なクラッシュは現時点でプレイヤーにとって最も厄介な問題であり、厄介ですね。プレイステーションと Xbox にいくつかの修正をすでに実装しています。スイッチは結構スイッチ勢が多いね、イメージがありますけど、もちろんね、PS、Xbox もあると思いますけども、スイッチ勢が多いんでね、プレイヤーは。さらに、すべてのプラットフォームの状況を改善すると思われるいくつかの修正がすでに進行中です。PlayStation Xbox のプレイヤーは間もなく修正プログラムを入手しますが、Nintendo Switch の修正プログラムはプラットフォームの仕様により後で到着します。あ、なるほどなるほど。アップストアみたいな感じじゃないですかね。スマホのね。
まあ、なんか審査がいるんじゃないでしょうかね。ですのでスイッチ勢はちょっともうちょっと待っとくって感じですね。でプレステと Xbox はもうそろそろアップデートが来るというか、まあ、これしょうがないですね。はい。その他の問題、ハイストを完了するためのアチーブメントがアチーブメントセクションに表示されないためのバグ、あの左にモワって出てくるやつが表示されなかったって感じですかね。私も多分なんか出てると思いますけど、なんかいつの間にか撮ってるなみたいなやつがありましたけど出てきませんでしたもんね。プレイヤーが死後チェックポイントでリスポンせず、ハイスト中に次のステージに進むことができないためのバグ、ああがあったんですね。2倍スコープが黒くプレイヤーがそれを通して見ることができないためのバグ。いやこれね、あの2倍スコープね良くないですよ。これちょっと見てみましょうか。これ2倍、もうね本当に見にくくなりましたよ2倍。なんかね、なんていうんですか、 PUBG のあの PC 版とか、まあプレステでもいいんですけど Xbox でもねいいんですけど、モバイルじゃないやつの PUBG のなんか3スコ4スコかアップデートでほら見にくくなったじゃないですか。あんな感じですよ。なんかね変にねこのなん魚眼スコープみたいな感じになってて、前よりねめちゃくちゃ当てづらくなりましたね。2倍スコープこれは良くないですね。なんかねリアルになったというか、なんというか、とにかく当てにくいです。前の感じが良かったな。なんかねこのなんていうんですか、遅れてくるみたいなレンズのなんていうかわかんないですけど、なんか目が錯覚しちゃうんですよね。これ嫌っすね。ちょっと見にくい、本当に見にくい。なんでまあもうここら辺でね 1.4 倍とかでやるしかないかもしれないですね。2倍が良かった、私は好きだったんですけどね、ウォーフェイスの。はい、まあこんな感じですよ。で2倍スコープが黒くプレイヤーがそれを通して見ることができないバグ、2倍スコープが、まあ、変えたからな2倍スコープが黒くなったんでしょうね、なんかね。で次、マッチ招待インターフェースのバグ、はい、キャラクターの体は、インベントリーにあるべきよりも小さく見えます。ほう、そうなんですか。一部のプレイヤーがゲーム内のスキンの一部を見ることができないために発生するバグ、ハードロン 1.0、2.0 を攻撃するとき、ブラックウッドの特殊作戦にクラッシュします。まあ、もうこれ全体的にそうなんですけどね。クラッシュはね。一部のスキンを適切に装備できないために発生するバグ。ランクマッチの進行が正しく表示されないバグ。プレイヤーが殺されたときに武器名がゲームに表示されなくなるバグ。ハイスト特殊作戦で敵が特定の場所でプレイヤーを攻撃しないバグ。一部のアチーブメント完了条件が変更された後ゲームから消えました。なんかやばいっすね、マーリン1984カスタムが音を出さないバグ。これやばいっすね。PVP でやばかったんでしょうね。音が出ないということで。なぜこれが起こったんですか。新機能の複雑さのために技術的な問題の可能性が高まりました。まあそうでしょうね。すべてのテストにもかかわらず、現在の問題の多くは、ライブサーバーに負荷がかかっている場合にのみ明らかになりましたということで、人口が増えたっていうのは 100% あると思います。ライブサーバーなので。よく落ちる人は、よく落ちる時間帯にやってるって感じですかね。はい、これらの問題に直面して申し訳ありませんということで、今後のアップデートではこの劇を生かすために最善を尽くします。残りのバグについては引き続き作業を行い、変更があればすぐ報告します。これがね一応最新のやつです。いやでもこんだけね問題が出てきたのは、やっぱこの新しいね特殊作戦をねやっぱり大型アップデートで入れた後なんでね、やっぱこれが発生するって感じですね。で一個前のこのハイストのやつに戻りましょうか。で、この時にフリーズで状況確認してるって感じだったんですよね。で、次、しゃがむ立ち上がるコマンドの改善ということで、一部のプレイヤーは頻繁なしゃがみメカニズムを悪用し続けており、しゃがみ立ち上がるコマンドの実行中に射撃精度にボーナスを受け取ります。
プレイヤーがこれらのコマンドをスパムすることを不採算にするために追加の変更を加えましたと。これで車種はしゃがむ位置でのみ精度のボーナスを受け取れますということで。ですね。しゃがみ打ちですよ。要はね、エーペックスとかでやるじゃないですか。私もやってますもん、しゃがみ打ちはね。要は、その立った状態と、しゃがむ間があるじゃないですか。ドゥルルルル。まあ、ちょっと見ましょうか。はい。しゃがみ打ちですよ。まあ、要は、こんな感じ。簡単に言うとね。はい。これがしゃがみ打ちですよ。はい。なので、こう立った状態の時と、しゃがんだ状態の時、この間ですよ。間がもうばらけるようにしたって感じじゃないですかね。はい。今まではこのしゃがみ打ちでもう、なんかそのまんま、なんか頭とか狙えてたんじゃないでしょうかね。多分ね。そのままこう合わせればいけたんじゃないでしょうか。今ね、ちょっとバグで、まっすぐ飛んでるんであれですけど。はい。まあそんな感じだと思います。ですので、しゃがみ打ちをやられてる。よくね、まあ、癖でね、やってる方は、ちょっと立ってる状態と一番下にしゃがんでる状態の間がちょっとばらけるようになったって感じじゃないでしょうかね。ただね、私はこれ思うんですけど、これはね、技術なんですよね。一つはね、APEX でもそうですけど、これは別にいいんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんですかね。結構ほら、プレイヤーとしてはこう、なんか、練習したいじゃないですか。いろんなね、技術をね。自分だけの技術でもそうですけど。これはね、まあ、ナーフする必要はあったのかなという感じですね。そんぐらいいいじゃないかって思いますけどね。なんかね。はい。まあ、でも、ウォーフェイスではダメな感じなんですね。で、衝撃時の血まみれの効果の改善ということで。長いので、まあ、要約しますと、ウォーフェイスが提供しているサーバーですよ。と、クライアントサーバー。要は、私たちが契約している、サーバーとの間の伝達のネットワーク速度ですよ。が関係している話で、ラグい時あるじゃないですか。PVP とかでね。で、相手に確実に当たってるように見えるんですけども、で、血しぶきも出てるのに、倒れなくて、こっちは何の音もないのになんか倒されてるみたいなのが頻繁に結構あるじゃないですか。 PVP とかだとみたいな。で、まあ、それをちょっと改善したみたいな感じですよ、要はね。はい。これはね、なんとも言えんすね。結構ほら、まあ、大手の APEX、 さっきもね出ましたけど、 APEX でも個人が使ってる回線が弱い人ってワープするじゃないですか。まあもちろんラグい時ももちろんねありますけども、まあ、全世界からランダムマッチングで集まりますので、まあほら東京サーバーとかね、全員日本の方だったら全然ねラグくはないじゃないですか。でもこういろんな国が集まったランダムサーバーになるとやっぱね出ますよ。しょうがない。もうこれはしょうがないですよ。もう、私も PC 版でやってた時、もう、めちゃくちゃでしたから。もう、昔のウォーフェイスはもっとひどかったです。本当にひどかった。なんていうんですか。1秒後に当たるみたいな。それ、ちょっと大げさに言いましたけど、もう、なんていうんですかね。0.5 秒後ぐらいに当たるみたいな感じでしたので、PC 版の時はね。なので、ちょっと、相手が左にブワーって走っていってる、ちょっとも大げさに左に打ったら当たるみたいなのが当たり前でしたので、これはねもうだいぶ改善されてます、本当にね。でもそれでもね、まだまだ改善する余地もねもちろんありますんでね。 PVP をとにかく好んでやられてる方はね、まあまあまあもうちょっと待っといてくださいって感じですかね。でもね、ちょっと改善しましたっていう内容です。で、次ですね、機器のプリセットということで、プレイヤーは最大3つの機器セット、プリセットですね。プリセットを作成して保存できますということで。はい。プリセットね、これ右上にありますけども、これもね、私もね、最初のアップデートの時気づかなかったんですけど、コメント欄でね、また教えていただきましたけども、自分のね、好きな武器とか防具とかこうやって、
はい、3つまでプリセットできるという感じなので、まあ1番が、デイリークエスト、2番が特殊作戦とか、3番が PVP とかに変えれるようになったって感じですね。これはいいですね。もうアーマー変えるのとかめんどくさかったですもんね。一個ずつね。遅いからね、こんな感じで。なんで、まあ、このプリセットね、活用してみてください。はい。で、これが一個前のバグ修正のやつですね。はい。ゲーム、多いな。まあ、ざっと見たんですけどね、多いですね。こうやって見るとね。重要ゲームクライアントのクラッシュのいくつかの原因を修正しました。まあ、修正されてませんけどね。セット要素、バッチマーク、ストライプの少なくとも一つが選択されておらず、スロットが空のままである場合にインストールされた実績が保存されなかったバグを修正しました。なんか、ストライプとか、何も装備しない状態で、なんか実績が保存されなかったみたいですね。まあそれを修正したと。でプレイヤーが腕のカモフラージュやチャームを変更した場合、武器のピックが保存されない場合が、これ良かったですね。修正しましたということで。まあプレステだと、なんていうんですか、チャームを装備して、他の職種に変えたら、全部ね、初期装備に戻ってたんですよ。なので、チャームを装備できなかったんですよね。でもね、今ね、装備できるようになりましたので、まあ、これがね、あの、Xbox と Switch が共通してるかどうかはわかんないですけども、まあ、初期設定には戻らなくて、チャームも装備できるようになりましたので、チャームね、持ってる方はね、装飾品持ってる方は、装備してください。はい、でプレイヤーが静かに爆弾を置いたり、拡散したりできるバグを修正しましたと。なんか爆弾を置くときにカチャって音が鳴らなかったのかな、どうなんですかね。まあでもそれを修正してますということで。で武器と装備、 F90MBR と VSK、 アサルトライフルと、これあのスナイパーですかね、 VSK、 VSS の似たようなやつですかね、 VSK、サードパーソンビューで武器のリロードのアニメーションが欠落する可能性があるバグを修正しましたということで、まあ、また、なんかフレンド同士とかでやってて、この武器を使ってる方のリロードのアニメーションがなかったと。どんな感じだったんですかね、止まってたんですかね。まあ、それを修正したという感じですね。で、次、コバルトキネティクス27のピレーテ。ピラーテかな、と VSK のチティン、通常のバージョンではなかった武器に取り付けられるアタッチメントがあったバグを修正しましたと。でゲリラスナイパー、肩のスーツのテクスチャー、これあのスキンですね、ゲリラ部隊のやつですね、スナイパーね、肩のスーツのテクスチャーが正しく表示されなかったために発生する視覚的なエラーを修正しましたということで、よかったですね。ゴルゴン部隊、エリートゴルゴン分隊、試合後の統計画面でモデルの髪の色が黒に変わるバグを修正しましたと。まあ、なんかあの PC 版のレイズみたいな感じですかね、 APEX のね、なんかもう肌が真っ黒になってるみたいな感じだったのかな。 PVE の修正のやつですね、プリペッチ、場所のいくつかの視覚的なアーティファクトを修正しましたということで、アーティファクトっていうのは、まあ、なんかノイズですよ、なんかね、テクスチャーがおかしかったところを修正したって感じですかね。で次、プレイヤーが、これもプリペアチのやつですね、高位置、プレイヤーが倒れたラックのテクスチャーでスタックする可能性があるバグを修正しましたと。あの要はプレイヤーが倒れたなんか本棚みたいなやつのテクスチャーのところでスタックする、座礁するというか、なんていうんですか、埋まるみたいな感じ、動けなくなるみたいな、まあこれは大群にもありますけど、あのスタックする可能性があるところを修正しましたって感じですかね。はい。で次、日の出サンライズハード、グレネードランチャーからダメージを受けた後、ポータブルシールドが破壊されない場合があるバグを修正しましたということで、はい。で次、ブラックシャーク、ボットが特定の時点でプレイヤーを攻撃するのを防ぐ意図しないアドバンテージを修正しました。火星、プレイヤーが岩の間の有利な位置を占め、カバーからボスを攻撃する可能性があるため、意図しないアドバンテージを排除しました。もうなんか岩の間から有利な位置があったんですかね。いいっすねそれね、知りたいですけど。あ、それをまあ排除したんですね。うん。ブラックウッド、操作、発動時にショットで、
破壊された場合に地雷が2回爆発するバグを修正しました。地雷がね、2回爆発してたんですね。まあそんなことよりも、そんなことよりもですよ、地雷がですよ、いきなり出てくるのやめましょうよっていう話ですよ。あのブラックの、もうほんとあれね、心臓に悪いですよ、ほんとに。なんかね、あ、ないなと思って、ふわーって言ったら、なんかピピッとか言って、いや、明らかなかったでしょって言って。ねえねえ、自分でほら、私はこう、動画を録画してるんでね、毎回、録画しながら、ま、毎回じゃないですけど、録画しながら、攻略をね、自分でこう、作っていってるんですけども、明らかなかったのに、パッて、なんか出てきてるのを見てね、ちょっと衝撃でしたね。なんでもゆっくり行ったらね、大丈夫ですので、ブラックウッドの地雷はね、まあ、ゆっくり行ってください。あんまり走らずにね、行ってください。で、あざ、他、インターフェース。インターフェースっていうのはこの見てる、その、なんていうんですか、画面の、その、まあ、ユーザーインターフェースですよ、要はね。はい。これもユーザーインターフェースですよ。これもね、OK とかね。まあデザインみたいな感じですよ。要はね、インターフェースっていうのはね。はい。場合によっては、インベントリー内の武器を拡張するためのボタンがアクティブにならなかったバグを修正しました。はい。こんな感じなんですね。インターフェース。場合によっては、プレイヤーがインベントリー内の武器のカモフラージュをアクティブにできないバグを修正します。なんかよくわかんないですね。ミッションが個室で開始された場合、プライベートルームですね、これはね。プライベートルームで開始された場合、特殊作戦の完了後に報酬タイマーに非現実的な値が表示されることによる視覚的なエラーを修正しました。で、プレイヤーが煙の雲、スモークですね、を通して見ることができるバグを修正しました。はあ、そうなんですね。ゲームクライアントを再起動した後、まあ、要は、アプリケーションを立ち直した後ですね。ゲーム内の通貨カウンターが誤った値を表示することがあったバグを修正しました。もう、そんなことがあったんですね。ロックを解除するベンダーアイテム。要はね、ショップの武器ですよ。ショップのアイテムをさらに選択するためのポップアップウィンドウが、試合の終了後に表示されなかったバグを修正しました。まあ、PVP の後に、ショップに行って、その欲しい武器を買おうかなと思ったら、その奥に進めないみたいな、購入をしても、奥に進めないみたいな、これ私体験しましたけども、修正されたって感じですね。はい。で、プライベートルームで試合終了後、使用済みの消耗品の更新ダイアログウィンドウが表示されないバグを修正しました。使用済みの消耗品、まあ復活コインとか、スモークとかですかね、が、まあまあ修正されたという感じですよ。ユーザーが空き領域をクリックしてもチャットを閉じることができなかったバグを修正しましたという感じですね。これはチャットですね。場合によっては、何の場合？場合によっては、アイテムの説明がインベントリーの空の追加の弾薬スロットに表示される可能性があるバグを修正しました。アイテムの説明がね。インベントリーの空の追加の弾薬スロット。あ、まあ、ライフルマンですかね、じゃあね。の、ところに表示される可能性があったって感じか。ほほ、場合によっては好きだな。特別な密輸業者のカード、オファーが正しく表示されなかったバグを修正しました。これはひどいですよ。以前イベントで、ストーナーあったじゃないですか。デイリーハードをクリアしたら、ね、何個でも、ボックスが、ストーナーが出るっていうイベントがあったじゃないですか。密輸業者のカードが出れば、もう一発で課金で買えるんですよ。メールボックスに届きます。密輸業者のカードがね。でも、その前回のストーナーのイベントでは、メールボックス入ってなくて、コメント欄でね、密輸業者のカードって何ですかって質問があって、メールボックス見てみてくださいって、僕、答えたんですけども、僕とか言ってしまいました。私ね、答えてしまったんですけども、なんかね、私も出たんですよ。密輸業者のカードね。そしたらね、出てなくて、メールボックスの中に。あれと思って、まあ、バグだったんだな、っていうことで、よかったです。なんかね、はい、そんな感じです。ちょっとね、多かったっすね。やっぱね、
今回に関して言うと結構史上最大にバグが多いこのアップデートハイストじゃないですかね。これは見たことないですね、こんなに。はい、まあそんな感じでございましたね今回はね。まあバグ祭りだったという感じですねで一応ですね、このほらさね、前回紹介させていただいたこの課金のね感じのやつがありましたけど、残り13時間ということで、これ終わった後何になるかって感じですよね。この後あるんかな、ウォーフェイスドルで買えるなんかランダムボックスとかが増えるんかな。まあ増えたらいいですね。ちょっと一応チェックはしてますけども、はい、皆さんもねアイテムショップは毎日覗いてみてください。はい、そんな感じでございました。で一応ウォーフェイスデイ4月の28日までかな、2倍になってますんで報酬がね。なのでまあ稼ぎたい時にバグ祭りなんでね、なんとも言えないですけどね。はい、まあまあまあ、あのまだできるやつもね、あのなんとかクリアまでいける時もねありますんでね、まあまあまあ他のゲームやってもいいですしねまあ時間が余った方はサクッと終わるね、なんかブラックウッドとかやってもいいんじゃないでしょうかね。まあそんな感じで、今回はこんな感じでございました。じゃあまたね、あのなんかいい情報があればね動画にしていきたいと思っております。ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。